姓はブーフ、名前はカルビ、好きな焼肉の部位はタン、ブーフカルビタンです。こんにちは。先日北海道に行ってきたんですけど、その時買ったお土産を紹介したいと思います。1、2、3、4、5、たったの5個なんですけど、ビデオにしていきます。まず1つ目、じゃん、お腹鳴った。ロイズのポテトチップチョコレートオリジナル味です。これはご存知の方も多いと思うんですけど、ポテトチップスの上にロイズのチョコレートがかかってるポテトチップスです。これ大好きで、北海道物産展とか北海道に行く友達とかがいるときは絶対買ってきてって頼んでます。これをもういっぱい買いたかったけど、リュックに全然入らなかったので1個だけにしました。もっと買ってくればよかった。次、じゃん、北海道キャラメルバター。これはすごいキャラメルが大好きで、なんか1個買っていこうって思って、このパッケージのバッターくんが可愛いなと思って買いました。これもう食べたんですけど、あ、ぐちゃぐちゃだ。結構いっぱい入ってて、あのネチネチ系のお菓子が好きな人にはおすすめです。バターの味がグッってして美味しいです。次、じゃん、夕張メロンピュアゼリー。これはすっごい美味しくて、お土産屋さんで見つけた時に、あーこれと思って買いました。凍らせて食べるのも美味しいし、そのまま冷やして柔らかい状態で食べるのも美味しいので、とってもおすすめです。これは3つ入りです。ちょっと重いので3つ入りにしました。次、これは大定番、ドン、白い恋人ホワイト12枚入りです。これはもう言わずもがな、北海道の大定番のお土産、白い恋人です。今回白い恋人パークには行かなかったんですけど、これはもうあらゆる北海道のあらゆるところで売ってて、最後空港で買いました。12枚1人でいただきます。でもう最後になってしまうんですけど、最後はちょっと今実物がないんですけど、こちらです。職場用に買いました。で、職場の方にありがとう、美味しかったよって、ミルクがすごいリッチな味がして美味しかったよって言ってもらいました。数がいっぱい欲しいお土産を探す人におすすめです。はい、ということで今日は北海道のお土産紹介でした。いかがだったでしょうか。北海道に行く際はぜひ参考にしてみてください。それではこの動画が少しでもいいなと思ってくれた方は、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。